3DS と Wii U 何年オンラインだった？ずっとやってたけど、さあもう早速ね、早速地雷が2個ほど仕掛けられてますけども、全避けということで、とんでもねえよ。さあこれもういきなり、あ、ナイスナイスナイス、しょぼくね。うそ、これ超、まあまあ超は、うーん、超で言ってよかったかって言われるとなかなか難しいとこだけども、ロボットの火力ならばいけるんじゃねえかなと思っております。地雷来るね、くらえ、うおー、負けたわ負けたわすまん。いや、こっからもマジ負けない、油断してたわ。なんならこれはもうハンデですわ。うん、超シールドどこで打てばいいのこれ、この技。全然わかんないけど、 A ボタンしか押してねえわ、ずっと。もうチョコボー生成されてる、早い。チョコボーの生産が間に合いすぎてる。食らわない、一回ね。ありがとう。これはもうやばいかもしんないな。これだってさ、遅かったりする？頼む。ナイス。あ、地雷仕掛けてるね。食らわないにしようか。動くな。ナイス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 。1274。強っ。ああ、俺どれ？あ、やられてる、もう。これ、どう使うのこの技。何これ。反射ガードってどこで反射すんの？反射神経足りない人がなんで反射ガード使えんのこれ。使える？大丈夫そう。なんか飛んできたんだよな。あ、ナイスダメージ。次危なくなった瞬間に超シールドで、まあみんなを守っていくという感じですよね。この辺とかでさ、フィン、超シールド貼って、まあ、どっかから来ても大丈夫なようにすると。まあ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 、どんまい、行こう。これは食らないね。ナイスナイス回避で、ここやってるで、超シールド貼るみたいなことかな。使い方としては。どこ来てもおかしくない。よいしょー、カブギロイドバックにな。ナイス地雷。これは効くね。いや、ナイスダメージ。1004は、これはでかすぎる。本当にロボコマ優秀。超優秀。地雷が優秀。まあ、ロボコマそのもの優秀なんだけどね。これで、必殺技打ってみるか。確か防御、にゃん防御なんだよね、これね。やべ、やべ、食らうわ。後ろから回って、やばい。蘇生しよう。蘇生に駆けつけました。お、必殺技に巻き込まれてる人おるって。これ左誰か頼む。左来そう。頼む。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。で、必殺打って、防御モードにゃんして、どこ来る？やべ、反射ガード。おら、どう？反射ガードできてる？反射した今。反射ガード。反射ガード。もうどう？できてる。で、この辺で、超シール出しといて、技を出し始めたタイミングで超シールするか。反射ガード。どう？確認取るよ、いちいち。逐一確認取るよ。できる後輩。よし、離れようか。座談会開こう、ここで。対話。ロボ同士の対話。近すぎて、もはや接吻。これどうしようかな。右狙う。頼む。オッケー、ナイス。あー、多分譲ろうとしてくれたね。俺が体力低いから。ありがとうね。次はちょっと俺行くわ。やっぱ来てるなー。地雷だったわ。来てたと思ったら地雷でしたね。おっと、これはまずい。これはやばいぞ。基本的に反射ガードなくていいね。無理やり使おうとすると負けるわ。あー、ありがとう。安定感あるな、ロボコマやっぱ。うめえなー。さあ、こっからよ。どっからでも、立ってこいと言わんばかりの、立ち振る舞い。まずい。なんで、俺ちょっともう構えるわ。スタートダッシュ決める。スタートダッシュってか、フライングだろ、もはや今。みんな横一線で並んでんのに。全然前出てたからね、今俺だけ。あー、地雷のど真ん中にいる。やっぱ歌舞伎ロイドもね、食らいたいんだよね、技ね。痛すぎ。反射ガード間に合わなかったし。反射の意味あんの？6歩反射の意味あんの？やばくないこれ。さっき回復したのが嘘みたいなんだけど、これは一回使うわ。超シールド使って、あ、何も問題なかったっぽいね。
全然こっち飛んでこなかった。全部ロボコマが処理してくれたわ。さあ誰が取るかだね。この辺だろう。どう？うーわー、ありがてえ。ナイスメープル。これは。さあ、なんやかんやで半分まで来たね。さあ、地雷仕掛けてるが動かれてしまうと。まあ、キルはできたね。確かに。一応キルはしてるわ。ちゃんと。仕留めたね。オッケー、蘇生して。からの？地雷これ食らうかな。あ、食らうね、これは。必殺技を出しに始まった。545なんだ。半分なんだね、約。おい。マジで？やべ！いける。これはいける。半分。ここで回復されなかったらいける。頼むみんな。うわー、怖え。反射神経やばいね。ロボリュウ君の反射神経が。えぐい。ナイス。そして、しかも、技を食らわないように、自分は、そこで必殺を出すっていうね。ロボリュウ君の立ち回りが完璧だ、ずっと。OK。これ一回回ってって打って、この辺で、うわー、やべ。ええ？この、え？今のが、今のが超シールドを発揮できないとなると俺もうどうしようもねえわ。やっぱ回避マンだな。回避ですわ。回避、まあ、今のは食らいに行ってたから、なんとも言えないけど。回避プレイヤーですね。もう超シールドを使ってる場合じゃないな、これ。自分が食らってたらダメージが反映されてたら、反射シールドが成功なわけか。なるほど。反映されてるかな？やべ！だからなんでうめえ。今の回転見た？ロボコマの。俺だけ超シールドじゃなくて、これただのシールド持ってきてる説ない？これ。気のせい。全部食らってんだけど。超シールドで、技。あれ？まあ、今のは発動できてなかったね。しゃあない。やばい。普通にやばいわ。頼む。体力満タンのまま生き延びてくれ。やばいっす。これ2分1。うおー、うめえ。マジで言ってる？やばくね？超うまいじゃん。おい！え？さあ来るね。これはなんとかしておけたい。おー、おいしい？食らわないね。超シールド成功させたいわ。頼むわ。ロボリュウ君。何が起きてんの？あ、ロボリュウ君が試合降りた。俺はもう演じるのに疲れた。今日からは客席へ行くぜ。ステージ降りてきましたけども。さあ、彼らの意思を継ごうか。昇天下のと。なんでだから。おい、超シールドって技術いるんだな、これ。うまくね。あ、避けた。しかも残りの1個、今ミスって出たね。マジで言ってる？シャレにならん。今まで見てきたロボコマ。これはよし、ありがとう。じゃあ今のもさ、完全にいけたのに、俺に譲ってくれたね。地雷避けるわ。超地雷だね。OK。あ、食らってるわ。しっかり食らっていくと。うわー、もんげーな、君。会話始めちゃうからね。超シールド成功させたい。頼む、どう？ここで。あ、やっと成功したわ。ちゃんと展開して、やべえ、助けて。よし。先ほど回復していたおかげで、生き延びているぞ。なんとかなった。OK! 右端任せて。さあ、二手に分かれよう。OK! ここまで来たらいけるわ。てか、ここまで来たらもう行こう。絶対。なんでこっちに動いて、地雷発動させよう。さあ、来い。どっからでも、寄るんだ。ナイス。いやー、帰ってしまった。昇天してしまったロボ、コマの、ロボコマじゃない、ロボ面剣の分も、途中でね、
演じるのに疲れて役者業を降りた、ロボリュークの分も頑張ろうか。必殺使うわ。ここは一回必殺使って防御モードにゃんでナイスチャンスタイム。めちゃくちゃいい。でしかもちゃんと地雷仕掛けて、ちょっと俺取りに行くわ。オッケー、こっからでも、あ、オッケーオッケーオッケー。全ステップで、うん、地雷もね沖でね仕掛けて、しっかり仕掛けながら回復もしていくと。いやこれいけるぞマジで。邪気払いロケット反射はもういいわ。もう反射できなくていいっすわ。これも避けながら回っていくと。ナイス。いやうまいね。